試合ありますけれどもね、楽しんでいきましょう。準備整ったようですね、見ていきたいと思います。さあ今度は、オゾンランページ VS サルベージジャベリンですね。左サイドがオゾンランページ、そして、右サイドがサルベージジャベリンとなっております。ナーバンランブルバンってますね。まあ、ナー先ほどサルベージジャベリンのエアロ選手使ってましたよね。そしてアミル選手のランブル非常に強力、確か開幕戦このカードでしたよね、オフライン対戦の時。 その時アミズ選手のランブルが素晴らしかったんですよね、はい。まあ、そういうのもあってランブルをバンしたのかなと。あのウルトがね、3人3人4人っていう集団戦の当たり方で、もうどうしたらいいんだっていうランブルでしたからね。そうでしたね。そしてリサンドラは、まあ、公園飛び込むこともできます。先ほどのように味方のピールでもできるというところで非常に万能性の高いキャンプなのかなと。そしてリーシンとは、まあ先ほどの試合を見たら当然なのかなという気がしますね。さあ今回はですね、サルベージジャベリンが少しメンバー変更をしています。ジャングラーの方がそのままですね、ラホニット選手、そしてミッドレーンがスイート選手からインテンション選手に、交代となっておりますね。ここ楽しみですね。あ、カリム、カリムですか。インテンション選手はこう何でもできる万能プレイヤーだっていうお話も。そうですね、僕もそういう印象ありますね。特にこうアサシンのチャンピオンがミッドレーンで得意というのは聞いたことがありますね。さあそしてファーストピック、ジャーバン。ジャーバンはですね、今 LJL の過去のデータを漁ると 100% バンオアピック、そしてウィンレートが70数%あるはずだったんですよね。ちょっとこの今のこのゲーム、今日やったゲームはちょっとデータとしては含まれてないんですが、いや全ての試合でバンピックされてます。されてますか。そしてちょっとウィンレートが上下してるかもしれないんですけど、僕がその試合の前に見たところによると70数%以上のウィンレートを誇っているのが、まあこのジャーバンというチャンピオンで、まあ、ウィンレートに関しては今回は下がってますが、 100% バンパーピックというのは変わらないですね。なるほど。さあそしてイレリア、また来ましたか、イレリア&モルガナ。そうですね、今回イレリアまたピックしました。ラビットファイはイレリアしか公園飛び込むことができなかったですよね。一方ランページはイレリアの他にルブランクとリーシンも飛び込むような形ができてました。ですからサルベージジャベリンとしては最低でもあと1チャンプ公園飛び込むようなチャンピオンが欲しいところですよね。そしてそれに対して、まあ、よくイレリアのようなメレーファイターに対してエリーキャリーとしてはグレイブスであったりルシアンであったりといったモビリティの高いチャンピオンをピックしますが、ランページはどうしますかね。おお、レクサイを取りませんね。レネクトン&カリスタということで、レネクトン VS イレリアがよく見られたピックですよね。特にレネクトンがトップレーンを支配していた時代、イレリアを先に出すとレネクトンが来るかイレリアを出せないというのがよく見られるワンピックの光景でしたね。今回は、まあ、もちろんイレリアへのカウンターというのもあるでしょうし、ジャーバンとカリスタチームファイトを行う上で、レネクトンが前線を張るという役割も求められていると思いますね。さあインテンション選手は先ほどのインタビューでもあのエンビー選手をねやっぱ気にかけると、まあ、そしてミッドレーンですからね、はい、相手のジャングラーはかなり注意して見る必要がありますからね。あ、レクサイはロックですが、ケイト来ますか。あ、ケイトロックですか。おー、なるほど。ここをまあバックラインに飛び込むのがレクサイとイリリアは確定。ケイトリンは一応ブリンクはありますが、はい、モビリティがこうそこに優れているというわけではないんですよね。ここをチームファイトのところでどう陣形を整えるのかというのはちょっと気になりますね。まあ、ただレーニングのところでケイトリンが有利を取って押し込むというのが一つ期待されていると思いますから、まあ、そこの中盤に差し掛かるところでケイトリンを生かしたグローバルゴールドの有利というのがそういうベージャベリンの狙いなのかなという感じがしますね。
まあ、序盤勝ちにボットレーンで勝ちに行くという形のピックですよね。だと思いますね。もしくはスワップしたとしてもケイト・リノが先にタワーを打っていくという形が狙ってるんだと思いますね。さあ、そしてもう一度レブランク、先ほどのテイ選手のレブランクはすごかったですから、さあもう悠々とピックですね。これレブランクですが、その従来の、テイ選手の得意チャンピオン、ゼラスであったりオリアンナであったりといったチャンピオンの方が構成的には合ってるんですが、はい、まあ、これ多分サルベージャビリン側にルブランクを取らせたくないという意味合いも含めてのピックだと思いますね、はいはいはい、もちろん、ジャーバンが飛び込んでレネークがタンクしているところに W をパンパンと当てることで AOE ダメージを叩き出すというのも可能ではありますけど、まあ、それよりもオリアンナとか、他のメージでAOE ダメージを重ねた方が、まあ、より安全ではありますよね。さあ、そしてラストピックです。まあ、ここピックとしてはイデリアとレクサイに合わせて公園飛び込むチャンピオン、そうですね、イデリアですからミッドが AD はちょっと厳しいのでアーリーと思ったんですが、これはちょっとどっちがどっちかわからないですけど、アニーミッド見たい感もありますけどね。さあ、どっちでしょうか。モルガナミッドですか。モルガナミッドになりそうですかね。公園に飛び込むチャンピオンがイリリアとレクサイ、そしてレクサイはジャングラーですからそれがあまり整えられない、柔らかいダメージも出せないに対して、怪盗やバーストに長けているルブランクとカリスタがいるわけですから、ちょっと構成的にチグハグになってるなというのがサルベージャビリンの印象ですね、はいはい、一方ランページとしてはもうチームファイトが、まあ、一つ核になっているかなという感じがしますね。レボルさんが悩んでおります。いや、なかなかこうサルベージャビリンにとって辛い展開が予想される、はい、一応僕の中で一つあるのがですね、あのカリスタのカウンターに僕が1ジャンプを上げるならルシアンなんですよ。で、理由はカリスタが殴ってきた際に、Q を打ちながらデフォルトアタックをしてステップされるじゃないですか。 E のステップインからもう1回2回打てるんですよね、ルシアンって。だから僕カリスタのカウンターはルシアンなのかなと思ってるんですよ。ダメージの交換のところで有利に立てる。そうですね、ケイトがどういう動きをするのかというのは僕はかなり注目したいですね。そうですね、ここ楽しみですね、はい、さあ、ちょっとですね、またウェブ上で、勝率予想の方が、ちょっとラウンド6はねできてませんので、ニコ生のアンケートをですね、活用させていただきたいと思います。お願いいたします。さあ皆様、どちらのチームが、勝つでしょうかというアンケートですね。さあ大丈夫ですか。それでは結果の方お願いいたします。 83.5% がランページはい、はい、それでジャベリーは 16.5%、まあ、そうですね、そのまあ、今までの結果から見てもさ、デジャブリンは一勝もできていない。一方ランページは先ほどセブンセブンに快勝しました。そしてワンピックから見ても僕はちょっとランページの方が有利なのかなという印象を受けますので、そうですね、そしてそういうことを言ってしまっているので、はい、まあ、それの影響もあってランページがこれだけ大幅な時を得たのかなという感じがしますね。ただこれあれですね、先ほどと同じようにレブランク VS モルガナで、まあ、ミッドレーンのレブランクの圧力を消すという形じゃないですか。そうなった場合はいわゆるミッドレーンにレクサイはあまり行かない立場になるわけですよね。ってなった時にトップとボットどちらをこうサルベージジャブリン側としては狙いに行く、逆にランページはそれの多分カウンターを狙うという形になると思うんですよ、試合展開的には。もう狙いは明らかにボットレーンですよね。なぜならアニーがいるからですよね。アニーのスタンド、そしてイグナイト、レクサイの打ち上げを合わせて、まあ、どん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 ボットからスローボールしていこうというのがサルベージジャブリンの、まあ、レインフェーズの狙いになると思います。イレリアはレネクテン辛いだろうけど頑張って CS を取ってねと、そして中盤以降に、役割を果たしてねという形になると思いますね。なるほど。やはりそしてこのシーズン
去年でもありますけど、レネクトン VS イレリア、そしてシーズン2でもありましたよね、レネクトン VS イレリア。やはりレネックの方が有利ですか？有利だと思いますが、以前ほどではないのかなという感じがしますね。でその理由としては、そのレネクトンの序盤の強さというのが度重なる難譜を受けているということ、ですからイレリアも、まあ、耐えてファームはできるのかなという感じがしますね。そしてなおかつ、シーズン2、シーズン3の頃はイグナイトでしたよね、トップレーナーの持ち様ですけど、今テレポートということでなかなかキルを起こりづらいのかなと。さあトップレーン、多分ランページとしてはこのレネクトンをスノーボールさせるのを狙ってくると思いますね。ですからレベル3、レベル4、レベル5のところで EM なんだなんだ圧力をかけるような形を続けるんじゃないかなと思いますね。あ、そしてジャンクル、ここレクサイがどういった選択、トップに行くのかボットに行くのかちょっと楽しみですね。さあミッドレーン、ここは、まあ、インテンション選手がルブランクを抑えられるかどうかですよね。一方テイ選手は先ほどと同じようにサイドレーンへのロームを可能にするかどうかですね。さあエリキャリー、ここメロメロ選手は耐える、一方ジョーク選手はプレッシャーをかけて切る、もしくは倒先に折るというのが役割になってくると思います。さあさ、そして、まあ、先ほどと同じようにナミは、まあ、耐えると、一方アニーはキルを狙いにどんどん圧力をかけていくという形になってくると思いますね。さあ始まりました LGL2015 シーズン1ラウンド6、オゾンランページ VS サルベージジャベリンの試合を見ていきましょう。さあブルガニジに取っているのがオゾンランページですね。そしてパープルガニジに取っているのがサルベージジャベリンとなっております。まあ、ここでレーンが辛いイレリアはクロスアーマーとポットを5つ買ってますね。これだけイレリアがピックされているのもなかなか珍しいですよね。そうですね、確かに一応中国ではメーターのトップに来てますし、何度か見られるんですが、ただ NA でも EU でも韓国でもなかなかピックされないチャンプですからね。まあ LGL に出てるそのプレイヤーの中で、あのイレリアが得意なプレイヤーが多いというのも一つ要因としてはあるのかもしれませんね。そうですね、まあ、ミズ選手しかり、ユン選手しかり、イドリマヤ選手も得意ですし、まあ、もちろんエアロ選手も得意というところで、あとプレイヤーの花形でもありますよね、イレリアというチャンピオン。あと育つと厄介ですからね。そうですね、厄介ですね。はい、そしてでエンビ選手トップサイドから、レクサイもトップサイドから、イレリアはレーンがきついからウルフから始めて先にレベル2になってレーンにテレポートするということですかね。イレリアはウルフ可能なんですか？遅いイメージが僕の中ではありますか。あ、可能そうじゃないですか。ダブルから取っていますね。アーマンポーション5個で借り切るんですかね。あら、そしてこれは多分青バフの小さいウルフを借りましたね。借りましたね。これで経験値的な有利を一つ得てということですね。 AD キャリー、ジョークさん、ジョーク選手に取らせているという段階ですね。ここで、有利ですね、もうすでに。ただミニオン分を取れれば、メロメロン選手の方がレベル2にはなりますが、先にレベル2ですね。ケイトがレベル2になりましたね。ゾーニングできている、ミニオンウェーブを貯めることにしっかり成功しています。ここ面白いですね。確かこのやり方 SKT が G タイガースとの3戦目の時に行ってた動きですね。それをしっかりと取り入れたということですか。最新のメタを追っているということだと思いますね。そして利点も生かしてきっちりこうミニオンウェーブを貯めましたね。貯めましたね。争いができないだろうっていうような状況を作り上げたのはこのサルベージジャベリンのボットレーン。一つヘルスのルールをしっかりと作ってますが、波であればマナが続く限り回復できてしまいますからね。一つどこかしらのところで、キルを狙いたいところではありますよね。
ただただレーニングしているだけではヘルスの有利はうまく作れないなという感じがしますね。それを狙おうとしているのは先ほどからこのアニを使っているクールス選手。そしてうまく使ってゾーニングして CS を作ってますね。さあただちょっとジャングルのレベル差が気になりますかね。ここ先に帰ってワード2つ買ってますね。早めのリコールですね。先ほどもラホニッチ選手はこういったリコールをしてジャングルアイテムをアップグレードせずにワードを購入するという形を作りましたね。さあエンビーミッドレーンに仕掛けるインテンション、スローが展開される。ブラックシールドを見てから落ち着いて EQ をしましたね。落ち着いて EQ しましたね。今のでフラッシュ落としたのは大きいですね。打ち上がらないなら全部スキルを当てますよといったような仕方でしたね。さあフラッシュイン、これはイグナイトでデッドファースプロ取っていくのはテイ選手。お見事ですね。ここを抑えるべきモルガナが抑えられてないというのは一つネックですね。問題はこれ多分モルガナ使い込んでるのかどうか、ちょっとしっかりと練習できているのかどうか一つ気になるところではあるんですよね。今までジャングラーだったということでミッドレーナーとしての練習を詰めているのかどうか気になりますね。さあフラッシュインからスタン打ち上げ CC コンボイグナイトも入っている。これが狙いですよね。サルベージアベリン、これで AD キャリーをスノーボール達成、先にゴールド、グローバルゴールドを得て、いやこれさあここどうなる。レベル5エアロー、いや MB EQ があるぞ、 EQ がある、 EQ はフラッシュアウト、フラッシュイン打ち上げ、綺麗に決まった。さあエアロまだ逃げる、ただこれはさすがにスマイト打たれてスローから無理と判断。綺麗に決めましたね、綺麗に決めましたね。ただ押村くんはそのサルベージャビンのジャングラーがボットにガンクすることが分かっていたと思うんですよね、味方ですから。おっとさあインテンション仕掛けですね、うまく避けたがフラッシュインからの打ち上げ、いるおっと分身にちょっと惑わされた。さあナイスプレーテイ選手、いや素晴らしいですね。イグナイトが入っていたんで、ただステルスはカンパできないんですよねイグナイトは、まあ、そこでこう一瞬の判断のところで遅れが出たのかなという感じがしますね。あいや分身でイグナイトが入ってる方が分かるはずなんですけど、分身した瞬間のあのステルスのところで迷ってたんだと思う、ね、なるほどなるほどなるほど。さあこのガンクを回避したというのはかなり大きなだと思いますね。ただやはりミニオンは押し付けられる、これが宿命なんですよね。これは仕方のないというか当然の形だと思いますね。これを、まあ、どれだけランページ側のテイ選手を跳ね返せるかどうかですよね。さあそしてボットレーンでは狙い通りですか、今のところは CS さんもかなりつけていてガンクも一つ刺さったという状況。そして以前であればここレネクトンスノーボールできてたと思うんですよ、イグナイトがあったから。あですからですが今は テレポートというところでスノーボールできない、チャンピオン性能自身も下がっていると。ですからレネクトン単体ではスノーボールできないのであれば、まあ、ルブランクであったりジャーバンであったりがトップにガンクするというのが一つ手ですよね。そうですね、かなり辛そうですね、ワンガンクが刺さったにもかかわらずといった形。ただまあイリリアかなりマナを使った上でのダメージ交換ですから、ここでマナが切れるまで我慢してそこから Q のヒールをうまく使って、まあ、レーニングを進めていくという形になると思いますね。いやこの穴潰したいでしょうね飛んできますからね、飛んできますからね。そろそろジャングラーがレベル6になろうかというタイミング、エンビー選手現在レベル5、もうそろそろレベル6になるというタイミングが、赤バフへの圧力は見えているのはサルベージャベリー。さあワード置いてザゲットしたのはラホニットで、さあ挟んでいる、インテンション見つけた、スネアは当たってはいない。やはりちょっと連動不足なのかなという感じが今のところでも見受けられますね。
そして今ジャパンがこの位置に分かってますから、ボットレーン有利な2人が圧力をかけたいところですよね。あ、ただレベル6、確かに押されていますね、この状況下で。さあ6になったタイミングを狙っているでしょうか。ただまだ遠いですね、経験値的にはまだあと半分。ちょっとジャーバンが見えているという利点を生かせてないのかなという感じはしますね。さあもう一度ワードに移ってます。この位置に入ったのはピンクワードで移っている。ただちょっとこの狩りが終わるか終わるか。さあここも映ってます、サルベージジャベリンとしては映っている、映っている、寄ってはいる。ランページも寄った。さあエンビーがウルド仕掛けてますね。フラッシュアウトを選択しているのはインテンション、テレポートがかかってくるところ。さあラオニって殴り合いますが、エンビーが1キル拾う形。さあ下からはメロメロとアルクが来ている。ここはテイ、そしてアミューズのテレポート。さあ裏では歩くタイタルウェーブ2人に絡まった形。さあアミューズが前線を張れる。エアロにエグゾーストからの打ち上げ2連発、オゾンランページ3キルゲット。フォーカスの対象を間違えたかなという感じがしますね今の。一方のランページとしてはフォーカスの切り替えが完璧だったなという感じが受けますね。さあここドラゴンを狩り終わった後の動きをキャッチしようという狙いでしょうか。リコール一旦選択。さあウルトからのスタン、クールジョーク捕まえた。ヒールを切ったのはメロメロ。さあランページ味方はなんとリコール。さあ1キル取ったのはジョークですね。今のところテンション選手ウルト打てなかったんですね。そうですね、エンビ選手のウルトに対してフラッシュアウトを即座に切ってウルト打たずでしたからね。そこでちょっとフォーカスがうまく合わせられなかったのがうまくいかなかった要因なのかなという感じがしますね。ここもフルスタンからのスネア当たった。さあウルトがあるぞ、ブロックシールドは、いやーここフラッシュ、フラッシュ落とさせましたね。これは大きいと思いますね。ミッドレーンへの圧力をかけ、ルブランクのロームの機会を一つ奪いました。これを出せるのまだ厳しいですから、これをファームのためにと切り替えて安全にゴールドを得たいところですよね。おっとこれちょっと危ない、ウルトスタンで一度止めた。ヘルスを回復して逃げる形ですか。そしてエレクトン、ウートありますからタワーダイブというのも危険性ありますよね。狙うんじゃないでしょうか、狙いに行きますね、これは。さあタワーダイブ、イリリア、ただスタンがあります。 CS をロストさせる動き、スタン、ああ逆に先にスタンを打ったのはエアロー、素晴らしい。この辺さすがですね。もう1回ありますよトップレーン。そしてボットレーンもミッドレーンもちょっとアクションが起きそうですが、リコール判断ですね。ジャーバンは映っている、見てバレていない。クールどこで仕掛ける、いや合ってない息が、あーフラッシュインウルト2スタン打ち上げはタイタルウェーブ2人に渡った。メロメロステップステップスナイパーボディーブロック、そしてトップレーンにはガンクが刺さった。オゾンランページ素晴らしい、息が合ってませんでしたね。今のところ多分レクサイとしては E が上がるのを待ってよという形だったと思うんですよね。ああなるほど、 E でこう物資のところまで潜り込んだわけですから、それを待ってそして
エンゲージをしてもらおうということだったと思うんですが、ここですよね、それですね、まあ、サポートはそれに気づかなかったのか、生きると判断してしまったのか、フラッシュインしてスタンしましたけど、まあ、そういうところでうまくコミュニケーションが取れてなかったのかなと。そしてランページとしてはボットにジャングラーが現れた、トップのカウンターガンクはまずないというところで悠々とダイブしてリリアを倒しましたよね。さあ現在14分になろうという展開ですね。タワーを1本ゲットしているのはオゾンランページ6キルで 20.8K という段階ですね。サルベージジャベリンは0タワー18点、今 3K になりまして2キルゲット中、ゴールド差的には3000ゴールド差。いや、リーシンでもジャパンでもやることは変わらないんですね、ミー選手は。一つ有利を取ったレーンの近くの敵のジャングルの視界を必ず取りますよね。取りますね。もうこれ本当ランページらしいなというか、MB 選手らしいなという感じがしますね。さあ3つ仕掛けました。サイトストーン買ってますからね。あ、珍しいのがジャガーノートですね。ジャバンのエンチャントが、はい、ウォーリアではないですね。こちらですね、はい、ヘルスとテナシティを確保するという。さあダイブ、これはもう無理でしょう。さあラオニってウルト使ってきますが、ここにアミューズもいる、テイもいる、3v1、アロも飛んではきたが、あっという間にダブルキル。そのままボットに圧力は、これもかかって気がついてますかね。気がついてると思いますが、どうしようもない。むしろここどうしますか。さあブルーバフスティール、ボットレーンはただそれでも 2v2 を続けていますね。帰ります。帰りますか。もうここで今の一連のところで、1キル2キル取ったというところで装備に転換して、まあ、そのボールを続けようということかもしれないですね。まあ、ドラゴンへのいい時間でもありますから。残り30秒という段階ですね。またしてもテイ選手がスノーボールしてますね。そしてエンビー選手も、はい、さあ来るタワーだ、イブタワー降りたところ、タイトルウェーブフラッシュアウト、メロメロンスナイプ、うわ今度またアルコを飛ばしてボディブロック。なるほど、ああいう使い方があるんですね。なるほど、カリスタにはいろいろな可能性がありますね。このチャンピオン引っ張って自分のラインに来るように調整してもらうと、そしてスナイプをブロックしてもらうという。さあその間にも、これはセカンドドラゴンですね。もうこれどうしようもないと思いますね。まあ、使い切りましたからね。はい、使い切りましたし、ちょっと勝ててるところがボットだけなんですが、一方でランページの勝ってるトップとミッドとジャングルの装備差が凄まじいことになってますからね。2アイテム分ですかね。ちょっと個人金額見てみましょうか。特にミッドトップジャングルを見ましょうか。ミッドレーンでは現在、1800ゴールド差ですか現在。そしてジャングルでは1500、そしてトップレーンでは1400。もうこの3人で今のグローバルゴールドの大半を占めてますよね。ボットレーンは1000ゴールドで、サルベージジャベリンの方が有利ということですけれども、ただ狙ってますよ、これはありますよ、寄っています。ニックワードがある、メロメロンかなり強気に前に出ましたが、ここは避けていますね。フラッシュを切りました。ここは下がらざるを得ないですよね。代わりにそうですね、トッププッシュしてトップのタワーを降りたいですか。降れますかね。折れませんかね。微妙なラインですけど、レキサイがいればキャノンミニオンがただ来ていないという点でちょっと難しいかもしれないですね。いや、折れますか。折れますね。これで交換できましたね。まあ、グローバルゴールドのサワイジーですか。やはりまだそのミッドレーンというのが慣れてないのかなというのはインテンションさん、今の CS の取り方からもうかがい知れますね。
ここからランページとしてはそうですね、まあ、トップとミッドを押し上げてからか、先ほどと同じように1対1のスプリットプッシュをするかもしれないですね。ミッドにカリスタ、ナミ、ジャーバンを置いてトップレネク、ボット、ルブランクという形にしてマップ全体に圧力をかけるような形の連の割り当てをするかもしれないですね。あ、実際そうしますね。あ、しましたね。レボロさんがおっしゃるにはこれが今一番強い形だというのもおっしゃってましたね。そうですね、例えば今ですと韓国の G タイガースはその有利を取った際にこういった1対1のスプリットプッシュの形を常にしてますし、今おっといやこれは無理です。 EU でナンバー、まあ、1位の、まあ、先日今日と今朝のやつ2連敗はしましたが、 SK ゲーミングは常にこの形1対1のスプリットプッシュをして有利を広げていくという動きを得意にしてますよね。ただそうですね、そのランページのこの有利の作り方を見ると SK のようなヨーロッパ的ではなくて韓国的だなという感じますね、はいはい、でその理由としては SK は全てのレーナーが強いんです。でそして強いチャンピオンをピックするんですね。で全てのレーンを押し上げて、そしてジャングラーがガンクできる場所を選択してガンクしてスノーボールしていくという形なんですね。一方韓国の場合は1つか2つ、まあ、2つの有利なレーンを作って1つはパッシブなレーンを作って、その2つをジャングラーが圧力をかけてスノーボールさせていくという選択を取るんですよね。でその2つは必ず1つミッドが入っていて、でもう1つはトップかボットレーンっていう形なんですよ。このゲームだとトップとミッドってことですよね。はい、そうですね、まあ、そういった形でジャングラーがより動きやすい形、スノーボールさせやすい形を作った上で、まあ、レーニングフェーズのところで有利を取って、そして1対1のスプリットの形を作ると。確かにその動きであればエンビー選手にとって非常にマッチしているというか、そうですよね。その例えばトップとボットが強いレーンだとしたら、ジャングラーはトップもボットも行かなければならないというところでかなり辛いですよね。多分それが可能なのはレクサイだけ、はい、ですよね、はいはいはい、まあ、レクサイをピックしたらそういうピックにしてもいいのかなという感じがしますが、まあ、ジャーバンであれば機動力は確かにありますが、それでもレクサイほどではないというところで、ミッドを中心としたサイドのレーン、どちらかを片方に、力を注いでスノーボールさせるというのが、まあ、よく、韓国が取る手段なのかなと思います。確かにエンビ選手の動きを見ててもほぼほぼトップレーンに行ってましたからね、序中盤。そうですね、そして、まあ、ある程度ミッドのカバーをしつつでしたよね。まあ、非常にローテーションに素晴らしい状況下の、オゾンランペイですね。おっと、あーっと、これアルク選手フラッシュも切ってボディブロックできずですね。ちょっと連携が取れてなかったですね。そうですね、テイ選手は左に寄って、そしてアルク選手はフラッシュをしてそこのラインに入ったためにお互い噛み合わず、この今のウルフのスマイトバフ、ジャーバンのものですからね、どれだけ、ジャングルの支配権をランページ側が握ってるかですよね。サベジャベインとしてはルブランク倒しましたけど、これ以上プッシュをしに行くというのはちょっと難しい、ですよね。でドラゴンの視界も取れず、まあ、集団戦をしようと思っても、ジャングルの視界をランページ側が取ってる一方、サベジャベイン取ってないですから。そうですね、そして取ったにもかかわらず取り返されるというか、これ狙われている動き、いやここもトラップ、ただクールときっちり囲んだのはクールフラッシュアウトを選択せざるを得ない。さあこれでクールのフラッシュダウンですか。ここでドラゴンとトップレーナーの CS を交換するという形を選択してもいいんですが、選択しないですね。リコールしましたね。リコールしましたね。こういったところでただただ相手にオブジェクトを渡すのではなく、何かしらと交換していくというのが逆転を生む一つの方法ではあるんですけど、サルベージャベリンはこれだけ視界が取られていて、なおかつ取れてないわけですから、その交換するのも非常に怖いということで、まあ、下がらざるを得ないというわけですよね。さあドラゴン3スタック目ですかね。ルブランクがプレッシャーを与えて赤幕すら枯らせないですね。あ、借りたいこのレッドバフ。あ、
いなくなったよということで今になりましたね。まずジャングラー同士のレベル差がすでに2生まれていて、トップレーナー同士のレベル差も2生まれていると。そうです、ミッドレーンも2レベル差がありますね。 AD キャリーだけですね、はい、差がないのは、まあ、どれだけレーンフェーズのところでしくじってしまったかというのがこのレベルのところだけでも分かりますよね。リーグオブレジェンドはかなりこうなんていうんですか、装備のいわゆる装備の強さというか揃っている部分でもかなりゲームの影響力というのは出ますけれども、それよりも重要だと言われているのがこのレベルと。そうですね、まずチャンピオン自身のステータス。うわブラックシールド貫通しましたか今。5割以上飛びましたね。いやー、テイが暴れますよ今日は。暴れまくってますね。一つルブランクというチャンピオン、これランページ対策で常にバンしなければならなくなるかもしれないですね。はいはいはい。あー、ドルメロンステップ、ステップ、赤バフがある、いいダメージ。エイブクリアがないですね。モルガナがいないですし、ケイトリン射程は長いですがウェーブクリアが早いというわけではないですからね。ここからこれでもしランページがシージコンプであればチームファイトを起こせばサルベージャベリンとしては可能性はあるんですが、チームファイトの構成ですし硬いチャンピオンが2チャンピオン揃っていて、なおかつカリスタという機動力のあるチャンピオンも揃っている、まあ、ルブランクもいますから、ちょっと中断戦で当たったとしても勝ち目がないですよね今の段階で。このままどんどん、先ほど4000ゴールドでしかなかったグローバルゴールドの差が気づけば8000ゴールドまで広がってますよね、はい、ちょっとこれが、まあ、今の1対1のスプリットプッシュをしてマップコントロールを得てマップ全体に圧力をかけた結果なのかなという感じがしますね。ミニオンのいわゆるロストが非常に大きいですね。中立クリープのロストもかなり多いですけども、レーンのロストも相当多そうですね。そうですね、まあ、トップレーナーの CS が40、ミッドレーナーが20、まあ、AD キャリーはもうてかサルベージャベリンとしては AD キャリーに一つ可能性をかけていて AD キャリーに CS を集めてますが、厳しいものがありますよね。ただケイトは言われてたのが4アイテムでしたよね、コアアイテムとして。そうです、ね、一番活躍できる、インフィニティエッジ、ファントムダンサー、ブラッドサースター、そして、ラストウィスパー、この4つのアイテムが揃ったらダメージが出る、ダメージが期待できるチャンピオンになるんですね。レイトゲームキャリーなんですが、ただあと2アイテム、2アイテムです。耐えられますかね。正直言ってラストウィスパーだけでは足りません。なんといってもタンクチャンピオンである、レネクトンとあとジャーバンがいますから、あ、溶かしきれないんですよねラストウィスパー一つだけでは。ここにもう一つブラッドサーサーが必要なのかなという感じがしますから。さあ、まずはラストウィスパーから積んでいこうというのが狙いですね。上空このダメージですからね、204ですからね、クリティカルが入って。さあ、テレポートを切っている、スマホに行って前に出るが、テイワンコンボダウン、さらにインテンション前に出てウルトゾーニャ全部切る形。ただ裏ではエアロが仕事をした。さあ、ダブルキル持っていっているが、エアロがここでダウン、テイトリプルキル、ジョークにウルトでエンビーは囲んで逃げれない、そこにクワドラ、テイテイ、ペンタペンタペンタ、今日もペンタ。お祭り男なんですかね。いや今日はキレッキレですね。キレッキレですね。いやミューズ選手しっかり譲りましたね。譲りましたね。いやでも今のところサベージャベリンも悪くない動きをしてたんですよね、うん、しっかりとイリリアが敵のキャリーに張り付いて、おっと、あ、ちょっともう無理という判断ですね。さあ、勝利したのはオゾンランページとなりました。